画面の前の皆さん、どうも、ゆうきでございます。ブラッドボーン、生まれるべきではなかったから始めるマイペース実況初見攻略、続編いきたいと思います。お久しぶりです皆さん。今回はだいぶ間空いちゃったんで、コメント返信は最後ないと思いますので、まあ、もしよかったらお気軽にください。でですね、ステータスは、どうすんだっけか。このようになっております。はい、レベル67、火器、捨て振りは以上のようになっておりますね。筋力、技量18、18、限りなく上質に近い上質戦士でやらせていただいております。はい、名前はですね、ルカティエルというね、ダークソウル2のルカちゃんから取ってやっておりますんでね、私とルカちゃんともども応援よろしくお願いいたします。そしてですね、ブラッドボーン大型アップロード&ダウンロードクエスト来ましたので、私もですね、購入させていただきました。なのでね、本編全部クリアしてないんですけど、メンシスの悪夢か、前回途中まで攻略したので、そこをクリアしたら、ダウンロードクエストいきなりやっちゃおうと思ってますので、よろしくお願いします。そしてね、本編の最後、この流れになれる、なる腹積もりではいるんですけど、ね、八郎さんとかね、協力して情報くれてるので、その流れで、ブラッドボーンは攻略に向けていきたいと思います。それでは、まずね、日本語になったらしいんで、人形ちゃんとお話ししてみましょうか。はい。こんにちは。お帰りなさい。おお。カリウド様。それでは、何なりとお申し付けください。あ、アテレコがいらなくなったってね。では、意思をあなたの力としましょう。少し近づきます。少し近づきます。目を閉じていてください、ね。目に指を突き刺しますね。いや、怖いわ。ちょっと待って、いつもね、こうやって当てれこしてたんですよ、英語の時。当てれこがいらなくなっちゃったよ。レベル上げろっか。どうしよっかな。まあ、体力だよね。あ、でもいつもスタミナが切れること多いから。体力いくか。これからの戦いが厳しくなる。レベル69でございます。ロック。意味深な数字ではございません。ロックでございます。カリウド様、そんな私は、あなたの目覚めが有意義なものでありますように。ありますように。どっちかでしょう。そんな私はね、見た目は全くロックではございません。さて、死者から贈り物を受け取るダウンロードの。ほうほうほう。血に酔ったカリウドの瞳はカリウドの悪夢に導くものです。オドン教会の外、異形の存在があなたをなんとかでしょう。おう、ダウンロードだな、これな。こんなのなかったから、ありがとうございます。上にもあるね、なんだろうこれ。フルこ個人呼びの金は、あ、ちょっと待ってください。すいません、今ね、スカイプが鳴ったんで、ちょっと一回カットしますね。はい、すいません、再開させていただきます。まさかね、リアルガチ侵入が来るとは思わなかったんで。はい、フルう、まあ啓蒙を消費して鳴らすことでフルカリウドの協力を得ることができます。何かに使うんでしょうね。OK。じゃあ、まあ、その2つのアイテムがダウンロードクエストで必要になってくるのかな。了解。それではじゃあ、前回のね、メンシスの悪夢を攻略いきたいと思います。ここでいいんだよね。あれ、ここかな。メルゴーの、あれ、ここかな。前回どこまで行ったんだっけな。これ見たことないな。メルゴーの、高見な AKB の高見な、なんて書いてあったんだ、今。多分ここでしょ。うん。だいぶね、すごい、久しぶりにやるんで、ロード画面も喋るっていうね、新しいシステムだったと。あ、そう、ここ。これで降りてきて、ここ見つけたのよ。で、この手前にね、ショートカットがあるって言われてたけども、多分ね、こっちっしょ。こっちですよね。あれ？嘘？こっちじゃないの？
マジか。困ったな。ってことは、待って、これショートカットじゃん。こっち行く感じかな。ちょっと待って、バケモンいるな。バケモンいる、バケモン。うわ、バケモン2体いるわ。ちょっと待って、これ落とす、落とす、落としに行く感じ。落としに行こうか。ちょ、ゆっくり近づいて。ほっ！でぃー！どっこいしょーい！おやすみー！このパターンで行こう。このパターンで行こう。やべ、気づいてないか、一人。これ気づいてんな、片方。ちょ、待て、ちょ、待て、ちょ、待て。一体ずつ一体ずつ。でも一体ずつ行こう。やめて、やめて、やめて、やめて！えぐるまで待って！あー、ダメだ！失敗した、失敗した。俺は失敗した。俺は人生を失敗したんだ、今。今のこの瞬間。あっぱい！岩投げてくるやつか。わっしょいだ、わっしょい。あ、これ何？あ、これ多分あれかな？ショートカット落としてくる。オリロスレバーかな？ちょっと、ちょっと待って。おれい！お前向こう見てろ！そのまんま！あっち行け！うせ！うせ！はい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 ！よしよしよ、いいよいいよ。結構のけぞっからね、こいつね。これためいけんじゃない？あら、もう一回！よし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 。あ、まだまだまだ、まだ死んでない。やべ。すげえ久々だから不安だな。不安定しかねえぞ。ほんと超久々。ちょっと待って、あいつも、これで後ろから。いて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 。なんかなってる、なんかなってる。べべべべべべ、ちょ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 。そのさ、ふわーなんなんこれ。こいつさ、いて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 、これなんだなんだなんだこれ。おら、たら、どけ時計とりあえず。いていていて、めっちゃ刺さってる、めっちゃ刺さってる。なんなんこれ。枯れる文字、瞳を取りました。こっちか？でもこっちだよな。ショートカットで来たってことは。いて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 。待って待って待って、ほんと待って。いて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 。どっから刺してんのこれ。すごくないこの狙撃力。神砂だよ、神砂。こんなんいたら神砂。ん？回復しとくか。いて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 だから。あ、これでもやっぱ戻ってきてるな。やっぱこれ最初のとこだ。ダメだ。だこっち行って、ショートカットが乗れないというか、ショートカットみたいなのが上がってこないから、行った行った、ほんと行ったほんと行った、あ、痛い痛い痛い、ほんと行ったほんと行った。ちょいまい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 、ちょっと待ってね。あっちのショートカットが上がってないんだよね。だから、ショートカットもう一回上がってみる？これ。これ何？今は仕掛けを動かせない。はあ。あんたも分かってんだろ？あんたも分かってんだろ？そうや。おいらは分かってるよ。ちょっとだけ悩んじゃってるだけさ。こっちがダメなんでしょ？じゃあから、もう一回乗ってみましょうか。ね。乗ってみましょう。俺は。よし。行くぞ！発進！ストライク、ストライクガンダム、ストライクガンダム、至急本部へ急行せよ。ごめんなさい、ストライクガンダムってガンダムいるっぽいけど見たことないです。待て待て。あ、はい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 、はい、これね。はいはいはい、キメラキメラ。行って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 、バカ野郎。どっかで来たんだ。うせうせ。生まれてこなければよかった、本物たち。お互い様だな。寝ているろ。とっくに、とっくにカラスに、
あ、いたね、こんなんもね。いたいたいた。この中は？あ、ここ行ってないわ。なんか赤ちゃんの鳴き声聞こえたよ。あ、ここ行ってない、ここ行ってない、ここだ、多分。待て待て、これ何？この先に愛しい人が待ってるんだ。しかし狩りの時間だ。あー、ボスね。もうボスやる、ボスだろう、これ。あー、これボスだな。あ、違う。なに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 これ、なにこれ、操り人形？マリオネット？マリオネット？鏡の中のマリオネットってやつ？自分のために踊りなってやつ？ボーイファンで怒られちゃう。おら！やべやべ！待って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 、動きがよくわかんない。こんな感じか。こんな感じかって、振ってるだけっていう。でも軽そうだな。軽そうだな。あ、何やってんのあれ、あのフンっていうの攻撃？まあ普通に切っていけば倒せる感じ。オッケーオッケー。マリオネット倒して、お、こっちなんかあるよ。おお、いける感じ。あれ、これ雲じゃない？何これ、雲？なんだこれ、これ何、雲のオブジェクトみたいなのあるよ。お、昔こ、あれか、中学生の時作った図工のやつにそっくりだな。まあなんかね、昔からね、ちょっと変わり者だったんで、一人だけね、なんかまああんまりね、先生の言うこと聞いてるタイプの子ではなかったですね。あの、悪い意味じゃなくて、まあ悪い意味か、先生からしたら悪い意味ですけど、ちょっとね、発想が変わった子供でしたね、完全に私は。ちょっと変わったっていうかね、それが、あの、ほら、こうやって言うとね、なんか、奇才とか、天才みたいなイメージで取られますけど、そうじゃなくて、まあ、ただ単に変わってただけっていう。人と見る視点が違うな、違うね、ちょっとね。みんなが前見てるとき、ちょっと、ま、ちょっと右斜め前見てるみたいな。お？ゴース。あるいはゴスム。我らの祈りが聞こえぬか。けれど我らは夢を諦め、怖い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 、何者も我らを捕らえ止められぬのだ。やばい、日本語になると余計気持ち悪くなるな。何かぶってんだよ。何、傘立て、傘立てじゃないのあれ。ほい、え、ボス誰がボス？あの傘立て？あ、いたいた。とりあえずこれ倒そうか。こいつさ、あれじゃないの？お仕置きも効くんじゃないの？こういうやつ。大概効くよね。こういう、なんか、あの、池。ああ、ゴース。あるある。切っちゃったよ。ゲット。水銀弾ゲット。あ、いたいたいた。なんだあいつ？どういうんだ？ゴース、あるいはゴスム？コスメコスメじゃなくて、あ、死んだ、あ、なんだこれ、あ、まあまあまあ、でも効くね、やっぱね、エンチャントね、エンチャント効くね。とりあえずこれ一掃してった方がいいんじゃないの、なんか後から来そうだし。何回言ってんだよそれ。あっごめん、シカトした方行っちゃったよ。おら、大概あれだよね、大概あのブラッドボーンってね、すごい連続ビンタみたいなのしてくるからね。まあ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 、分かってますよ、来るのはね。あだだだだ、ああ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 あ、なんか、あ、インストールしました、ありがとうございます。あの、無料のね、PS ストアで無料でダウンロードできるゲームです。フリーゲーム。あ、来た！
なんだなんだなんだこいつ。なにどこ行った？あいたいたいた。あいつなんだ？おしょわいわいわい。なんだこいつなんだこいつ。あ待て待て待て。なんだなんだ。変態。待てよおい。待てこら。待てこらおい。あれなんだあいつなんだあいつ。本当本当何？あ何何？追い詰めたよ追い詰めたよ追い詰めた追い詰めた。来たよ来たよほらほら来たよ。俺のターン来たよほら。はめるよこれ完全にはめてっから。お前絶対こっち行かさねえからなお前。おおなこいつお前それ なんだその生かしたアイテムその頭のくれよそれ。あちょっと思ったよりなんかちょっとなんだ待てよちょっと待てなんか思ったよりあのさ思ったよりあの硬い硬い。あっあべ来た来たよこれこれが邪魔だ。なるほどねこいつがあれね邪魔してくるパターンのやつね。いいよいいよ全然大丈夫。いてえぐられた。ブーあ何あれ銃なの。なるほどねそういうことか。まあ分かったよ仕組みは。こいつうざってえな。ぴょぴょひる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 動きがあって。あ分かった動き。あれ誘って分かった分かった分かった。来いこれならえぐれるかもしれない。もしかしたら来いほっふっ。ダメか間に合わないな。ちょっと間に合わないぞ。なんとか間に合う方法ないからこっちにするか。来い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 。それ来い。どらダメか間に合わねえな。あれで間に合わせたいな。あれで間に合わせればよっ。これは絶対無理だよね。でもああ危ねえ。ちょっと待って、これえぐり入りそうなんだけどな、マジで。ちょ武器変える武器変える武器変える。一瞬で武器変える。これにしようか。先輩の剣、これでいこう。これでえぐれるんじゃねえか。おい、あれよ、あれやれよ。ヘビ、ヘビ。振られ。あー、間に合わねえか間に合わねえか。ちょっと間に合わねえか。間に合って間に合わねえか。溜め入んねえな。ちょっと待って、これ、あれ入んのかな。あれやった瞬間来い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 。誘う誘う。ほっ。あダメか。あれ止まったよ。いていて。てめえなんだこいつ。うっせえぞ。死ね死ね死ね。これこのクソクソクソったれ。めんどくせえ、こいつこいつめんどくせえ、マジで。マリオデッドどっか行ったし。よっ、入れ。入らねえか入らねえか、惜しいな。入りそうなんだけどな、もうちっとで。普通にこれ、あれだよね。避けて、打撃叩いてっか。それがいい気がする。あれ？消えた。そういうパターンね。夢の中で、はい、そういうパターンね、うん、はい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 。そういうパターンね。どこにいんだあのクソ野郎。どこ行った。体力出てんな。倒してやるよこいつも。おめえもだよ。とりあえず倒す倒す。あースタミナ足んない。ちょっと待って、ちょっと待って、うるせえよ。あーウィーウィーウィー。負けねえよその おたけび勝負みたいの。なんだこの動画。ほんと多いなお前ら。マリオネットなんだよお前ら。寝とけ邪魔だ。所詮糸の切れた藁人形どもめ。あ、どこ行ったね。あ、こっちか。また戻った。あれ、いないな。あ、どこ行ったあいつ。煽ってやがるあいつ。ん？どこ行ったの？
下かな。うん、あれ本当にいないぞ。いた、いたっていうかマリオネットがいた。ムカつくなあいつ。どこにいんだあいつ。上か。音楽だけ緊迫してさ、当の本人がいねえよ。どこ行ったマジで。あれ、あこっちかな、あこっちかな、こっちなんか行けるね。うん、上下、上アイテムありますね。取りに行こう。我らも、あなんか来た、なんか来た。あこれも何手下ってこと。ちょっとさあ、あれあれ やっちゃったよ。あれなんていうの、アイテム拾おうとしてさ、セリフが途中で、せっかくのセリフなのに。あら、あーダメだ、すっげえノックバックしてないこの剣。ダメダメダメ、聖剣でいこう。死ねよ。だお前どっから湧いてきたんだこいつ。どこ行ったあいつ。この上かな。輸血パックゲット3個いって。クソ生意気に、てめえ、お前あいつを手下なのかこいつら。なんだよそれ。だからそのゴムスって聞こえない、聞こえない、無理だよ、ダメ、無理無理。回復重視の時間だ。あこっち合ってんのかな、行く。まあいいや、回復重視の時間だって書いてあるからこっちだよね多分ね。いた、いたな、あれか。待てよ、おい待てよ、てめえどこ行くんだこの野郎。あれなんだ、あ入れねえのここ。お、何これ何これ、全然よくわかんないけど、なんか入っちゃったあいつ。おらよ、回避、危ねえ危ねえ。意外と食らうんでしょこれ、どうせタコ殴りされたら。おいおい、あー危ねえ、回避で危険、減る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 ね、減るね、相変わらず減るね。クソあいつ煽ってやがんなマジで、絶対負けねえからな。ゴムスジジイ、どこ行ったゴムスジジイ。あ、アイテムあった。こっちか、どこだ。血石の塊いただきました。これ落ちるパターン、鏡の中入っちゃった。この野郎、こっちか、なんか聞こえるな、こっちから。あ、なんかあるな、こっちも広いな、ここ思ったより。腹立つわ、ほんと。どこ行ったんだ、あいつ。ゲット。強化アイテムゲット。あ、下にいる。毒が有効だ。なるほどね。あ、毒が有効。へぇ、やってみる？せっかくだからね。書いてくれてるから。ないんだよな。あ、毒メス3個。3個じゃ足んないんじゃない？これ。まあアドバイスの通りね、行くよ。よいしょ、あれ、ほ、当たった。ちょっと足んないんじゃないこれ。あ、消えたよ。あれ消えちゃったよ。ミコラーシュ、ミコラーシュっていう名前ですね。今更だけど、こっち？あ、こっちの下から行くパターンかな？あれ、飛び降りたくないな。なんか嫌な予感しかしねえな、これ。いいや、あいつあそこいたからあっちから飛び降りるか。悪夢の、あ、悪夢の主ね。なるほどね。こいつがこの悪夢の主なのか。SM、SM、SM おじさん、ミコラハシじゃないの、あれ。ドM、ドMおじさん、ドMじじい、ちょっと待って、どこにいんだ、こっちにいんだよな。降りてみる。いや、え、これ大丈夫かな。
行ける？まだあいつあそこ行くからな。飛び降り切りで行くか。くらえや！腹立つな、ほんと！あぶね！舐めてるとしか言いようがねえな、あいつ。だがな、そんな追いかけっこはな、通用しないんだよ。私はこう見えても、昔ね、短距離走で そこそこ速かったから、そこそこね、めっちゃじゃない。あれ、なんだなんだあいつ、向こう側に嫌がるのか。死ねよ、落ちろ。オッケー、いいか分からん。はあ、はあはあ、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 宇宙、宇宙語り出したよ。はあ、はあ、はあ、明石語る。超次元。まあまあ、いや、ちょっと飛ばさせて、これ取れないからさ。まあとりあえずあれだね。まあもう、まあまあ頭おかしいんだなっていうのは分かったよ。あいつどこにいんだよ。どっから行くんだ。あっち、こっちか。広いな、ここ本当に。死んでくれ。こっちか。あれ、ちょっと場所違う。アリリリリ、どこ行ったあいつ。はい、アイテム枯れる文字月を取りました。マジで言ってんのこれ。アイテムのためだけにこっちやったの。まずいなこれ。待て待て、なんとかして上戻んないとな。もういい、ほんと。あ、鉄扉の鍵。あ、オッケーオッケー、鍵取った、鍵取った。この鍵を使って、上を上げる感じかな？お、なんか、アイテムゲット。はい。ここの上行って、あれ開かねえぞ。あんだこれ、開かねえぞ。鉄扉の鍵取ったでしょ。上、上行く。
あ、この下か。これは死ぬ高さだな、多分。この真下にいるな、あいつ。見えるわ、ほら。ちょっとしか見えないけど。ここか。多分ここはね、多分死ぬでしょう、この高さ。さて、ね、ゴムス、ミコラスゴムスを追ってきたけど、ここしかないよね、多分ね。ここ行こう。うわー、もう輸血パックねえぞ。ちょっと待って、これうるさい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 。輸血パックがマジで前じゃない、ない。どうしよう。あー、なんか回復ちょっと持っとく。いやー、これやばいな。いざって時のためにアリアンナの血を持っておきます。いざって時のためにね。本当にいざって時が来たらこれを飲みます。じゃあ多分もうやばいと思う。これ飛び降りるかな。行くぞ。死んだらごめんなさい。僕の狙いが間違えたらごめんなさい。しゃ、来たよ、勝負だ。さあ1対1だ。おお、これやべえやつだ。うわっ、それ使ってくるんかお前。おれ、ふい。なるほどね、魔法使いか。来たら、ふっ。超次元を、超次元を、いてえ、めっちゃ減る。あれやべえやべえやべえ、負けらんねえんだよ、ここまで来てよ。よっ、超次元を、待て、またそれか。いてえ、いてえ、いてえ。来るぞ来るぞ。これどうしたらいいんだ。宇宙を前だ、前。見切ったぞてめえ。よっ、あ、前じゃねえ、前でもねえ、前でもねえ。斜め前。いや、やべえ、死んだ。マジかよこいつ、腹立つマジかこいつ。まあまあ、でも分かりました。はい、わかりました。はい、宇宙おじさんのところまでね、戻ってきたんで、さて、再戦といきたいと思います。次こそはね、やられないように、困った時のね、斧でいきます。困った時の斧でいきますよ。俺じゃ行くぜ。このクソじじい！よっしゃ、行った。止める！ぶんねー。回復。おら、てめえ、宇宙じじ、殺していく。そういうことだ、こういうことだ、そういうことだ。甘いな、甘いな。間合いが分かってないな。戦いの間合いが分かってないな。お前は所詮素人だ。頭に変なもんかぶった素人さ。遅いな、止まって見えるぞ。どうした。うん、蛇を出すだけか。さっきの勢いはどうした。ドーン、浮いて、まずいまずいまずい、絶対やってくる、やってくると思った。あぶねえ、バロ、いった、やばい。神イカ連発みたいな感じ。マジかこいつ、くそー。宇宙おじさん、はい、何度目かの挑戦になりますが、このね、もうジジイがジジイを追いかけますのに本当に疲れたんで、もう本当ここでね、蹴りをつけさせてもらいますよ、こいつとは。どこにいる？あれ、ちょっと待って、ロックが入らない。入った。くぞ、倒すぞジジイ。ほっ、はいはい。さあ来い、冷静に、ワンツー。
なんだそれは。武道を舐めてるのか貴様。さあ来い。甘いな。あら、片手だ。お前なんか片手で十分じゃボケ。ダメ、まずい。危ねえ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 。あれえぐられんのか、あれやられたら。はめる。だらだら。甘いよ。あー、どうした。止まって見えるな、お前の攻撃などな。歴代のハンターに比べたら雑魚もいいとこだ。終わりだ、ミコラッシュ。声高っ。これが目覚め。うん、さようなら。なかなかな強敵だったな。なかなかな強敵でした。倒しました。トロフィーゲットしました。何が起きてんの。あ、道ができるのか。おお、新たなエリアへ開通する感じね。ああ、はい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 、最初のところがつながったんだろうねこれね、多分ね。最初のところっていうか、最初のところかよく分かってないけど。お、あ、いたいた。よーし、ジジイマジ何時間やらせるつもりだあいつ。 OK。もうメンシスのなんだこれ、檻を手に入れました。あ、もうこれ復活しないんだね、倒しちゃったら。あいつが動かしてたんですね。あ、これ取らないと。わずかなわずかな結婚。あ、何にもないわやられちゃったからね、もったいね。うん、なるほど。なんだこれ、メンシスの檻。ないですね。強化系神秘、神秘でもないんですね。なんだろう、カテゴリーが違うみたいな感じ。なんだろう、あ、あった。え？まずいだろこれ何のためのいや、ルカちゃんこれはちょっとねダサいよ絶対。いや、逆におしゃれかもしんないけど、ちょっとこれはね、鳥の巣臭くない？鳥の糞の匂いがするんじゃないかこれ。大丈夫か。さて、どこへ行けばいいんだろう。どっかの道が開通したんだよね多分ね。あれ、ちょっとわからんな。こっちか。いや、静かになった静かになった。いや、よかったよかった。うっさかったからなあいつ。あ、ここだここだ、ここここここが開通したのね。お、やった、ちょうどいいわ。いいよ、ボンファイアリット。よし、じゃあ今日はここまでにしようかな。じゃあ皆さん、ブラッドボーン最後までやりますんでね。なんかね、情報によると次のボス倒したあたりからダウンロードクエスト行った方がいいんじゃないかっていうね、情報をいただいてますので、そのパターンでいきたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。金は不吉な金鳴らさなくていいんだよ。それでは、またね。ああ、不吉な鐘鳴らしてんの。また侵入来るやつじゃないのこれ。やだわ。うわうわ、なんかケチョケチョ聞こえるよ。うわ、ああ、なんか来た、なんか来た。